こんにちは、モンゼス生態ミツドブです。またね、こうやってね、動画をね、作っていこうかと思ってます。またね、音声でやってますから、どうしてもね、文字で見たいっていう方はね、字幕機能をチェックをしてみてくださいね。ここやっぱりね、椅子に座られる方がね、やっぱりね、硬い場所になりやすいんですね。今のところっていうのは、机とか、椅子の上にずっと、お肉が乗ってしまうので、ハムストリングっていうのが硬くなってしまうと腰痛の原因になってしまうんですよね。だからそこをね、私のね、肉叩きハンマーの肘で、ハムストリングを大腿骨に向かってドン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 と叩くことによって、口の中に入れたら硬いお肉が柔らかくなっていく、そして筋肉も柔らかくなってくれたら腰痛が取れていってくれるっていう風な感じでね、そんな感じでやっていってますから、ここをねしっかりやってあげるのってやっぱり効果的なんですね。あと膝痛、腰痛、足のむくみ、背中の疲れなんかもね、ここのねハムストリングが取れることによって、変わっていったりします。でも今ね、この動画はね、結構もう1年前2年ぐらい前の古い動画なんですけれども、今やってるモンゼス生態 MAX2 っていうのは、ここにさらにね、大腿直筋、外側広筋なんかもね加えてね、緩めていくことによってかなり攻撃的な施術となっております。で、この攻撃的な施術なんですけども、これはね、今日終わったらね、皆さんね、うわー、なんでめちゃめちゃ痛かったけれども、何この、あ、背中とか腰とかがすごく緩んじゃうみたいなね、本当にね、全くもってね、新しい感じなんですね。馬車から車に変わったみたいな、エンジン付きでの車に変わったみたいな、画期的な変化が求められてます。だからね、求められてるって変わっちゃったんですけれども、そこをね、しっかりとね、やってあげるとね、やっぱりね、人間の体って緩むみたいですね。なのでね、このしっかり足を緩めてあげることっていうのはね、体の疲れをしっかり取ることにはね、やっぱつながってるみたいですね。なので、ね、ここをね、しっかりと緩めていってあげることっていうのが、やはりね、人間の体にはね、重要なところなんですね。だからね、もしね、モンゼス生態が近くになかなかない、モンゼス生態三つの部に行こうと思ったら奈良まで行かなきゃいけないっていう人は、ぜひね、ご自身でね、骨盤職人とか、なんだっけ、ストレッチポールとかでゴリゴリやってあげたりとか、もしご家族の方がいらっしゃったりとかね、されるんでしたら、その方にね、踏んでもらったりしてもらうとね、かなり効果的に筋肉が緩んでくれますから、しっかり緩めてもらってっていうか、緩めてあげてくださいね。でなおかつね、さらにね、ここをね、もっとね、しっかり自分でフォローして、体をボディケアをしてあげたいっていう方は、やはりね、半身浴とか湯船に浸かってあげること、これをね、やってあげるとね、やっぱり効果的なんですよ。私が口酸っぱく言ってるでしょ、湯船に浸かって体を温めることですよって言ってるんですけれども、なかなかね、これってね、めんどくさくてできません。実際私も湯からやってますけれども、毎日15分間湯船に浸かって、42度のね、湯船にお風呂に浸かってますけれども、これはできるわけがない。なかなか私も仕事で体を使わなきゃいけないからやり続けてますけれども、なかなかね、そういうことっていうのもね、できない人っていうのは多いですから、分かっててもできないことがあるからこそ、モンゼス生態三つの部っていうのが続いてるんですね。なんでね、皆さんね、やっぱりね、疲れを溜めてこられますから、そういうふうな時にね、やっぱりここをね、しっかり緩めてあげるっていうのが私の使命なのかななんて思いながらね、ずっとやってるわけです。やっぱりね、皆さんね、この右側と左側だったらね、車に乗られる方だったら右の方のね、ハムストリングが硬くなることが多いんですけれども、やっぱりね、左側が硬い方っていうのは対人関係のストレスがある方なので、そう、今思いついた、あなたの会社のあいつです。そう、あいつです。あいつとか、あの考え方、あの会社のなんか規約とか、取引先のあいつとか、そう、思いつく人がいるのであれば、そいつが原因だったりしますから、そこからね、離れてあげてみてもいいんですけども、なかなかね、離れられないのが、その仕事場の職場の人だったりとかしますから、そこを我慢されるんだったら、なんかね、ストレス発散できる方法を少し考えてあげてみたりとか、自分にね、ご褒美あげてみてくださいね。そうやってね、乗り越えないとね、やっぱりね、体ってね、正直者ですから、心が疲れると体にも疲れが現れてしまうんですよね。なのでね、そういう風にね、ちょっと考えてみてもいいんじゃないかなと思います。自分へのご褒美かなり必要ですよ。ちなみにモンゼス生態三つの部、私ことね、モンゼス生態三つの部は、毎日のように酒を飲ます、体を楽にさせる、アニメを満たす、小説を読ませるとか、好きなことしかしていませんから、そうやってね、自分のストレスを発散するからこそ、皆さんをこうやって気持ちよく痛めつけることができるんですね。
だからね、こうやってね、気持ちよくね、皆さんの体の疲れを取っていってあげることっていうのをね、私にはね、楽しい、痛めつけることが楽しいですから、楽しいことで過ごしてる人生だから、だからいつも楽しそうな顔してるでしょそんな感じでいいんですよね。なのでね、まあ、ここをどっくりね、しっかりね、緩めてあげることによってね、やっぱりね、体っていうのを緩んでいってくれますからね、特にね、ハムストリングはね、しっかりと緩めてあげることが効果的です。はい。で、最近のね、私のね、事情なんかもね、知りたい人いるかもしれませんけど、まあ、今月とかね、やっぱりね、もうコロナも明けてきてるので、どんどんもうね、日本全国飛び回るようにしようと思ってます。はい、で飛び回る基準としてね、皆さんないつも先生どっか行ってるけどなんか遠い場所行ってますよねっていうのね、まあ、ご存知の方は知ってるかもしれませんが、一宮神社を巡る会っていうのをね、私ね通うようにしてます。行ったことがない場所っていうのはね、一宮神社って、まあ、日本全国にある、神社の名称なんですけれども、まあ、暗いみたいな決まってる場所があって、そこを巡ろうと思って、いろんなところに行ってます。で、私奈良から一番行きづらい東、秋田とかあっちの方とか、九州の行きにくい地域のところ行ってるんですね。それをやって行ってます。あ、で今ねこれね、もう腰痛の部分に入ってきてますから、今回はここぐらいまでにしときます。以上ね、門前整体三つどもでした。じゃあまたね、見てね。じゃあ以上です。はい、じゃあまたね、バイバイ。